はい、今回は悲しみドミノ搭載型の赤黒デッドゾーンを解説していきたいと思います。デッキ制作者がランディさんですね。ランディさんのツイッター概要欄の方に貼っておきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。というわけで、まあ、戦い方の方を解説していくんですが、このデッキはですね、基本的にはタイガニトロの着地を最優先させます。まあ、5マナ貯めてタイガニトロを出すと。で、タイガニトロ出したら、相手の手札一気に刈り落とせますので、相手の動きがだいぶ鈍くなるんですよ。で、その間にまあ、ドル墓場とかイービルヒートからデッドゾーンに侵略しながらぶん殴っていくのが基本スタイルになってきます。で、ジョーカーズみたいなデッキに対しても、相手のバトルゾーンにクリーチャーがいて、それを焼きに行くためにデッドゾーンに侵略しながら3パン入れたりすると、開始のターンにボコボコにされる可能性がありますので、意外とタイガニトロ着地の方が優先するケースがあります。まあ、タイガニトロを着地させて、相手の手札を借り落として、で、相手がそれでちょっともたもたしてる間に、次のターンに悲しみドミノをぶっ放すと。まあ、これで勝てるケースが多いので、まあ、割とタイガニトロは有効なケースが多いです。まあ、あとはね、大体のコントロールデッキにはタイガニトロが刺さるので、まあ、タイガニトロ万歳っていうデッキですね。というわけで、まあ、採用カードの解説をしていきたいと思います。まず最初、ドルーターですね。まあ、これ初動となる手札交換カードなんですけど、事前にバトルゾーンに出しておくことによって、中盤以降ですね、ダイレクトアタック要因として活用する場合があります。まあ、ドルーター出しておいて、まあ、5ターン目とかに、まあ、デッドゾーン出して、まあ、デッドゾーントリプルブレイク入れとくと、次のターンにそのデッドゾーンでもう一回殴って、ドルーターでダイレクトアタックっていう動きですね。まあ、これができますので、意外と役に立つケースがあります。で、まあ、次、リロードチャージャーと盆踊りチャージャーですね。まあ、安定の8枚耐性かなと思います。4ターン目には絶対に動きたいので、3ターン目にこれを打つ必要があるということで、最大枚数。次、ハヤブサ丸ですね。まあ、ジャスキルストッパーという役割ですね。シールドトリガーにドルブロがあると思うんですけど、ドルブロを相手の攻撃をブロックするのに使っちゃったら、開始のターンの反撃がしにくくなるので、まあ、ドルブロを場に残すためにも、ハヤブサ丸でブロックする方が大事なケースがあります。で、次、ドルブロですね。まあ、シールドトリガー、コマンド持ちブロッカーということで、まあ、最悪手打ちするケースがあります。まあ、5マナ払って普通に出すということですね。まあ、そうやっても普通に封印解けますので、一応最低限の仕事はしてくれます。まあ、ドル墓場なかった時とか、ドルブロ出すケースが結構あります。はい、で、次、ドル墓場ですね。まあ、最強ですね。墓地から召喚することができるので、死んでも墓地から無限に湧いてきます。ちなみになんですけど、ドル墓場の墓地から召喚できる効果って、バトルゾーンに自分のフィールドがあればなので、ドルマゲドンにもし帰っちゃうと、こいつ墓地から召喚できなくなります。ご注意ください。で、次、マロ月下城の方向ですね。こいつかなりスペックは高いんですけど、今の環境だと横並びするデッキの場合は悲しみドミノの方が刺さりますし、バスターみたいなデッキの相手はクリーチャーのシールドトリガー踏ませたいので、まあ、今の環境だと最大枚数積むメリットは薄いです。ということで2枚。で、次、まあ、イービルヒート1枚ですね。まあ、最強ですね。こいつは特に言うことありません。入れといてください。で、次、ブラックアウトですね。これ、バスターと成長断定に対するメタですね。特に成長断定なんですけど、まあ、ワンパンするときにチェンジデンババとか出そうもんなら、開始のターンブラックアウト出してそのままぶつければいいだけなので、もうこれできたらほぼ勝ちですね。というわけで、まあ、バスターと成長断定増えてきたら、このカードは増量してもいいです。で、次、悲しみドミノですね。これ、ジョーカーズに対するメタなんですけど、このカード、ドルマゲドンと組み合わせるとめちゃめちゃ強いんですよ。まあ、どういうことかっていうと、ドルマゲドンの封印剥がした時に1111以下を1体破壊できるって効果があるんですけど、これに悲しみドミノのマイナス1000ですね。これを組み合わせることによって2111以下を1体破壊することができるんですよ。まあ、これって言ってしまえばもうヤッタレマンとかパーリナイとかどっかこの辺を飛ばせるんですね。こいつらさえ飛ばしてしまえば、あとはもう悲しみドミノの効果で、相手のバトルゾーンがこう、パパパパパーっとね、空っぽになってくれるわけで。まあ、このカードですね、ジョーカーズに対するメタということでかなり強いです。で、次、デッドゾーンですね。このデッキのコンセプトということで、4枚確定ですね。除去札として使用することもできますし、打点として使うこともできます。で、このカードですね、ちょっとプレイングの話になってくるんですけど、鬼カマスとかデスマッチビートルが相手のデッキに入ってそうな場合ですね、あえて手札に残しておくっていう手段があります。まあ、どういうことかっていうと、ドルーターとかで墓地に落とさずに手札に抱えるという意味ですね。で、こうすることによって、相手のバトルゾーンにもし鬼カマスとかデスマッチビートルが出たとしても、手打ちでデッドゾーンを進化させることによって、まあ、こういう鬼カマスとかデスマッチビートルを避けながら3打点を作り出すことができるんですね。まあ、これ一応プレイングとして覚えておくといいかなと思います。で、最後、刻めですね。コマンドシールドトリガー界隈だと多分最強だと思います。非文明持ってるのも非常に優秀で、赤黒デッドゾーンって結構非文明不足するんですよ。で、その非文明を補ってくれるので、このカードは非常に強いです。まあ、最後になんですけど、赤黒デッドゾーンっていうデッキ、今普通にトップメタから外れてるので警戒されにくいんですね。なので、ま、奇襲戦法として使ってみてはいかがでしょうか。ブログの方でも解説していますので、ぜひそちらの方もご覧ください。概要欄の方に貼っておきます。では。